僕は日本とアフリカなど世界中の子どもたちをダンスとインターネット中継でつないでいます今まで22か国1万5000人以上の子どもたちにダンスを教えてそのうち3000人以上の子どもたちをつないできましたただなかなか想像がつかないと思うのでまずは写真を見て頂ければと思いますこの写真はウガンダエチオピア日本の子どもたちです 日本とウガンダ日本とエチオピアなど中継でつないででい一緒にダンスを踊るんです日本とアフリカの子どもをつなぐことが多いのですがベトナムやカンボジアなどアジアの国々の子どもたちもつないでいます一緒にダンスを踊ることで国や文化や言語の違いを超えてとっても仲良くなるんですみんな楽しそうですよね僕が今日皆さんにお伝えしたいメッセージは一つだけです それはやりたいことを口に出そうということですそんなの恥ずかしいとか口に出したところで何が変わるんだという人もいるかもしれませんでもやりたいことを口に出したら僕の人生は大きく変わりました今日はそんなお話をしたいと思いますこれは, <laughs> は<い笑>僕の写真なんですけどね <laughs> はいこれは小学生時代 高校生時代大学生時代の僕の写真です変化がありますかねはい <laughs> 今は全国海外を飛び回っているので活動的な人だと思われることが多いのですがもともとは全然行動力がなかったしやりたいことに全然チャレンジできない人でした自分に自信がなかったしコンプレックスだらけだったんですだからこの写真に写っている頃の僕たちはすごい内気な頃の僕です もともと兄と比較してずっと劣等感を抱えていました僕は兄より成績も低かったし兄が通っていた学校にも落ちて通えなかったしスポーツもだめでしたダンスも兄の影響で始めました兄がやっていたからかっこいいなと思って僕も高校生の時にダンスを始めました大学に入ってもダンス漬けの毎日熱中するものがあっても相変わらず自分に自信はありませんでした 周りとの人間関係もうまくいかず高校生の時にいじめられていた経験から周りの人を全然信用することができませんでした人と接するのが本当に怖かったんですただ毎日同じ場所でダンスの練習をしていくうちにだんだんとこう仲良くなってきてこう騙されてもいいからもっと仲良くなりたいなそんな気持ちが芽生えてきて少しずつ少しずつ変わっていくことができましたまた大学の 先輩の紹介もあってキッズダンス教室でダンスの講師もしましたとっても楽しかったですそんなダンス付けの大学生活を送っていましたそんな大学生活だったんですが漠然とした夢も持っていました世界一周がしたかったんです広い世界を見てみたいなと思っていたし何か大きなことをしたいそんなふうに思って世界一周に憧れていたんですが大学生の時は行けませんでした 怖かったんです僕が世界史なんて無理だとうう思っていた理由は3つありますまずは英語ができないと思っていたこと大学の学年で僕はビリの成績でしたもう本当に英語ができなかったんです英語はとにかく怖くって海外の人とコミュニケーションを取るなんて無理だそんなふうに思ってましたそして2つ目はお腹が弱いこと <laughs> 本当にお腹弱いんですけどお腹が弱い僕が 海外の過酷な環境で過ごすなんてできないそんなふうに思ってましたそして3つ目は海外が怖い海外行くの怖いなそんなふうに思ってましたもともと何か新しいことにチャレンジをしたことがなかった僕はそもそも何か新しいことに挑戦すること自体に恐怖を感じていましたそんな僕は世界一周に憧れてたけど行けず留学にも憧れてたけど行けず大学生活をそのまま終えて 会社に就職しし働き始めました会社員になってこう社会人として働き始めてからも学生時代の時にダンスを教えていた生徒やその保護者の人たちから「またダンスを教えてください」そんなふうに言われてたんですけど「やりたいけど忙しいのでできません」そんなふうに言って断ってましたでも「忙しい」っていうのはただの言い訳だったんですね本心としてはすごい怖かったんです僕はこう何か自分で人を集めて 会を実施するということを一切やったことがなかったので自信がありませんでしたすごい怖かったんですただ社会人4年目のときに転機が訪れましたたまたま参加した教育関係の交流会でしたその時についポロっと言ってしまったんですダンスを教えたいと思ってるんですけどねそんなふうに言ってしまったんです教育に関心のある人って熱い人が多いんですよ <laughs> みんなきらんってこう目が輝いてですね <laughs> やってみたらいいじゃんやってみなよそんなふうに背中を押されましたやらない理由がないじゃんって言われました公民館借りたらいいし週末にちょっと時間作ったらいいし声かけてくれてる子どもたちとか保護者の人に手伝ってもらったらいいじゃん一回やってみなよそんなふうにグイ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 背中を押されましたそして僕は会社員として働きながら週末にボランティアでまた子どもたちにダンスを教え始めました20人以上の子どもたちが集まってくれてレッスンは大成功でした 本当に幸せな体験でしたやりたいことを口に出していろんな人が手伝ってくれて一緒にハッピーな場を作ることができるんだそんなふうに思えた初めての経験でした人からしたら小さなことかもしれないですけど僕にとっては大きな経験でしたやりたいことってできるんだやりたいこと先延ばしするのやめようそんなふうに思いましたもうレッスンが終わって 帰りのの電車ででも胸の内側がすすごい震えてるんですねうわぁなんて幸せなんだろうやりたいことってできるんだそんなふうに思いましたそして家に帰ると家の壁には学生時代の頃に書いた「世界一周する」っていう紙が貼ってあったんですね学生の頃からずっと貼ってたんですよ世界一周って一生のうちいつかできたらいいなと思ってたけどこれって今すぐできるんだそんなふうに思いましたもう迷いはありませんでした 4年間働いた会社を辞めて夢だった世界一周に出発しました大好きだったダンスを教えながら世界中を回ることにしたんです旅前も旅中もやりたいことを口に出したら素敵な出会いがたくさんありました僕にとっては初めての海外一人旅が世界一周だったんですだから旅のこと全然知らなかったんですねまあ無謀だとかよく言われるんですけどはいただ ダンスを教えながら世界一周したいんですって出会う人出会う人に言い続けて SNS で書いたりブログで書いたりしているうちに旅人を紹介してくれたり海外で子どもに関わっている人を紹介してくれたりしました,た英語が本当に怖かったので最初の2か月間はフィリピンに留学に行きました語学留学をしましたこの時に学んだのは単語や文法ももちろん大切だけどそれ以上に自分のことを伝えたいっていう気持ちだったり相手のことを知りたい そういうういい気持ちが一番大事ななんだなっていうことこを知りましたまたやりたいことに一歩踏み出すのに出遅れてしまったそんなふうに思っていた僕にフィリピン人の先生は「全部最適なタイミングでやってくるんだよだからあなたにとっては今がベストタイミングなんだよ」そんなふうに言ってくれました今もその言葉をすごい大事にしていますいざ出発した世界一周は本当に素敵な出会いがたくさんあってまさしく自分にとって ベストなタイミングでした最初にフィリピンの語学学校に行った時もダンス教えたいんですっていろんな人に言っていたらその語学学校の売店のスタッフさんが近所の子供たちを集めてくれてそれで初めてのダンスレッスンをしましたすごい楽しかったですアフリカのマラウィーでもダンス教えたいんですって言ったら村中の人が手伝ってくれてすごいですよねあの2,000人の子供たちと一緒にダンスフェスティバルを。 開催しましまたもうこの学校とかは僕はバスで10時間ぐらい揺られていった村なんですけどお腹痛か痛くなりながらね行ったんですけどそしたら村中の人が歓迎してくれてみんな手伝ってくれましたそんなマラウィーの映像があるのでちょっと動画を見てほしいなと思います ありがとうございろんな人が手伝ってくれて感謝までされてしまいました僕がやりたいと言って始めたことなのにです国や言葉や文化の違いを超えて世界中に友達ができましたもともと僕は人が怖いと思ってたんですなのに世界中に友達ができました 自分の人生がすごい豊かにになななったたそんなふうに感じました自分の価値観も世界観も大きく広がりましたダンスでの交流を通して自分に自信もつきましたみんなそれぞれ自分だけの価値を持ってるんだなそんなふうに思うようになりました2歳のちっちゃい子もおじいちゃんおばあちゃんもみんなかっこいいダンスを踊るんですよね誰を見てもうわすごいかっこいいなって思ったしみんなもこう僕のことを素直に認めてくれるんです 一一人一人がそのの人だけの価値を持ってるんだそんなふうににななりましたそんな風に変化していった僕なんですがもともとは会社員の時にダンスを教えたいと思ってるんですけどねそんなふうに言ってしまったことから全ては始まりました世界一周を終えて自分のような経験をいろんな子どもたちにも経験してほしいそんなふうに思うようになりました。子たたちの可能性や世界も大きく広げたい 世界中の子どもたちも友達になってほしいなそんなふうに思うようになりましただから帰国後は自分のダンス教室を始めて日本中や世界中も飛び回りながら世界中の子どもたちをダンスとインターネット中継でつなげる活動をしています今後はいろんな世代の人が集まって一緒に学び合えるそんな地域の場を作りたいなと思っていますダンスやインターネットは僕にとってあくまでツールで 僕の目的は子供たちの世界や可能性を広げたいなということであったり自分に自信を持ってもらいたいなそんなことが目的です子供だけに限らずいろんな人の背中を押したいそんなふうに思っていますなぜなら僕自身が背中をいっぱい押されたことで一歩踏み出すことができて自分の人生が大きく変わったからです怖くてもいいんです怖いけどやりたいことこそ本当にやりたいことなんだと思います やりたいことかららは逃げられませんやり方なんて動き出さなきゃ分かりません僕の場合はやりたいことを口に出したらいろんな人が協力してくれて一緒にハッピーな場を作ることができましたもしかしたら反対する人もいるかもしれませんでも自分の人生の責任を取れるのは自分だけです誰かが自分の責任を取ってくれるわけではありません だから自分で決断して行動することが大事なんだと思っています僕の場合はやりたいことを口に出して一歩踏み出すことができましたもし皆さんが何か新しい一歩踏み出したいそんなふうに思っていたらやりたいことをぜひ口に出してみてくださいそうすることが人生が大きく広がる最初の一歩になるんだと思いますそうやってみんなが 自分の大好きなことをやって生きる世界になったらいいな、そんなふうに思っています。ありがとうございました